はい、どうも皆さんこんばんは、ポッキーです。今回ですね、レゴマーベルスーパーヒーローズ2ザゲームというゲームをプレイしていこうと思います。こちらのゲームはですね、レゴさんとマーベルさんが一緒に作った完全オリジナルの新作ストーリーということで、もうどっちも大好きな僕からしたらとってもとっても嬉しい作品です。早速プレイしていこうと思います。アベンジャーズワールドツアーというチャプターを、プレイしていこうと思います。ではやっていきましょう。ロード、お、ここに潜入していく感じか。今回はハルクとソーと、あとはキャプテンアメリカを操作してプレイしていくんですけど、このゲームではですね、200種類を超えるキャラクターが出てきまして、あと乗り物とかもいっぱいあるので、すごいやり込み要素が多いです。あー、これ2人で押すパターンだな。ってことはもう1人上に上げてこないといけない。これだ、多分破壊すると、お、レゴなんで物を作ることができます。なんとこうやってね、よし、組み合わせて、いいね。キャプテン、そのナイスなシールドで手伝ってくれない？なるほど。え、飛ばしてあげるのか。なんて？って聞いてなかったんかい。よしよしよし、いいぞ。で飛ぶ、いいね。2人ともこれだ。これで2人で乗ると、よーし、おー派手だな。でまたなんか作るのか。なるほどね。これでキャラクターを切り替えつつ、よし。でね、すごい物語とかもしっかりしているので、映画を見た、だけの方とかも楽しめるし、そのコミックとかもね、知ってるすごいマニアックなコアなファンの方も楽しめる作品になってると思います。はい、どうもどうも、こんにちは。あ、撃たないで撃たないで、誰撃たないで、あ、痛い痛い、ちょ、痛い、戻ろう。完全に遊んでるな俺。はい、雪だるま、あー雪だるま、あ、いいか。これすごい邪魔だな。壊しちゃうか。壊すことできるかな。電気を貯めて、電気ビリビリで、あ、壊れた。よーし、きたきた、みんな見て、ついにアイアンマンを操作できる。一番好きなんだよね俺、マーベルでアイアンマンが。やっぱり丸ボタン連打か。よし、お、作ってますね。さすが、さすがトニー。よっしゃー、なんだこれは、回すのか。はいはいはい、あ、そういう、こういう要素もあるんだね。これで、お、動き出した。で僕ちょっとさっきいいなって思ったところがですね、例えば高いところからアイアンマンでこうやって飛び降りるじゃないですか。そしたら着地の時にこれ、この着地、腕をこう下にやって着地する感じ、これね、めっちゃかっこいいんだよね。映画とかでも再現されてるところですね。スパイダーマン、あそこを渡る方法を見つけないと、ね、うおー、かっけー。やーべー、これやばい、これテンション上がるわマジで。いやー、なんかそのヒーローによってスペシャル技とかも変わってきたり、モーションも変わってくるんで、すごい楽しめる。これはどうやっていくんだろう。こっちお前なんでできてんだ。そうやっていくんだ。アミタイツが好きなのか。かわいい、なんかすごい、かわいい、聞いてんのか。おー、いい動きしてるな。なんかヤバそうなやつ来たな。ドクターオクトパス。大丈夫だ。もう体力ほぼないね。倒せそう。よし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 。オッケー。破壊したぞ。さあどうだ。よっしゃー。カツラなのそれ。でですね、こちらのゲームはですね、さっきみたいにストーリーモードもあるんですけど、オープンワールドモードもありまして、まあこれがオープンワールドモードなんですけど、キャラクターとかも自由に変えれて、例えばアイアンマンにちょっと変えてみようか。アイアンマン、アイアンマンに変えるとこうやって空を飛べたりします。もうめっちゃかっこよくてさ、もう映画のシーン本当に再現できるんだよね。例えば僕が好きな映画のシーンを再現しようとすると、僕水の中から出てくるアイアンマンが好きなんですよ。だから
めっちゃマニアックなんだけど、こうやって、こうやって水の中から出てきて飛ぶ。これ、これ、これがかっこいいの。で、本当に自由に行けて、車とかも例えば、走ってる車とかもね、奪うことができるんですよね。ちょっと借りていいですか？もらってくぜ。こうやって自由に運転することができます。危ない危ない危ない。ちょっと待って、違いない。いきなり大事故じゃねえか。待て。ああもういいや、車は。でこれがマップなんですけど、いろんななんか場所があって、砂漠の場所とかエジプトとかもあるんですよね。で行き先をセットして、ちょっとエジプトに向かってみましょうか。ちょっとじゃあキャラクターも変えていこう。スパイダーマンで行こうかな。さあスパイダーマンに変えた。あ、危ない、落ちる。スパイダーマンだとこうやって糸に移動できます。いやすごい、このキャラクター特有のモーションがね、もう本当にたまらない。この橋の下行こうかな。よーし、よーし。エジプトどこだ？こっちか。なんか街の中を、ビルの中を行く感じ、スパイダーマンっぽいよね。おー、ちゃんとこうやってね、登ることもできます。ビルを。よし、スパイダーマンが来たよ。写真を撮っていいよ。ツイッターに上げてくれ。じゃあちょっと、車もらうか。なんかヒーローが車をもらうっていうのもなんか、ちょっとあれだけど。タクシー、ヘイタクシー。あ、ダメだ、捕まらなかった。この車でいいか。ちょっともらってくぜ。ごめん。ちょっと、グルート。で、乗り物も自由に実は出せまして、アンロックされてないのもたくさんあるんですけど、例えば馬車とかね。馬車っぽいやつ。エジプトの戦車って書いてありましたが、こうやって組み立てられます。これすごいよね。で、乗って、自由に移動できる。危ない、水、落ちる、落ちる。危ねえ。完全に、もう一瞬で廃車確定だった。よし。なんか、すごいなんか、タクシーとかが走ってるのに、俺だけ馬車みたいなね。で、皆さん、このゲームのすごい機能なんですけど、このキャラクター紹介画面で、例えばアイアンマンを選択して、三角ボタンを押すと、キャラクターカードっていうのが見れまして、これの裏面、すっごい詳しくね、キャラクターについての紹介があったり、あと初登場コミックとかも書いてあったりするんですよ。テイルズ・オブ・サスペンス39回に出てきました、みたいなね。これすごい、全員の分あるんで、全キャラクターあるんで、スパイダーマンとかも、例えば選択してみると、見れます。これはね、もう、たまらないね。で、アイアンマンはですね、スーツを脱いだり着たりすることができまして、長押しで、あれ？アイアンマンがいる。長押しで、こうやって脱げます。で、トニー・スタークになれて、で、この状態から、例えば着るとすると、いきますよ。かっこいい。おぉ、後ろへ来て。びっくりして。お茶目。かわいい。いい。めっちゃいい。うん、しかも、この機械捨てていくんだっていう、ここに、これ。踏まれちゃう。踏まれた、車に。じゃあ、この火山をバックに自撮りするか。よし。実は自撮りもできます。こうやってね。あ、これいい、超良くない？で、フィルターとかも切り替えられて、こうやって、ちょっとラブリーな感じ。これなんだよ、これ。あ、いいね、これ。おー、かっこいい。どうしよう、ちょっと待ってよ。これが一番いいなって思ったんで、ちょっとこれにしたいと思います。これで、撮影する。発射！完璧なショットだわ。で、キャラクターカスタマイザーっていうのもありまして、まあ、ここなんですけど、ここではもうね、自分自身の理想のヒーローを作れるということで、めっちゃ細かく設定できるらしいので、ちょっと見てみましょうか。お、外見とか、アビリティとか、基本性能とか、その他とか、ランダムとか、外見とか、うわ、細けえ。すげえ。ヘルメット。これ完全にアイアンマンじゃん。あ、でもこうやって、自由に。これ色とかも変えれたりする感じか、もしかして。ちょっと笑っちゃいけないんだろうけど、なんだこの帽子。で、このアビリティっていう欄がそのビームとかのカスタマイズで、なんかね、めっちゃ細かく設定できます。すごいよね、これ。だからこれ丸ボタン押したら出る技ってことだよね。押すか、長押し押す。うわ、すごい。格闘とかクイックテレポートとか爆破攻撃とかも選べますね。うわー、すげえ。細かっ。爆破タイプまであるんだ。
おお、いろいろあるってことね。かっこいい、これこれにしよう。爆破の色、ちょっと待てよ、何色にしようかな。やっぱ赤、細かい。白もいいね。ピンク、あ、ピンクいいじゃん。属性シルバー爆破、アイス爆破、ヒート爆破、アイスにしようかな。というようにすごい細かく設定できます。これ楽しいね。そしてバトルアリーナというモードでは最大4人まで遊べまして、友達や家族とミニゲームで競い合えるということで、マルチプレイにも対応しております。そしてあのストーリーモードも実は画面分割によるマルチプレイに対応してまして、最大2人まで遊ぶことができるそうです。ということでね、まあ、今日は遊んでみましたが、とっても楽しかったし、音楽とかもね、なんかすごいマーベルの映画っぽかったし、もう本当に映画まんまゲームになったみたいな、もうね、すごい良かったです。で、レゴっていうところがやっぱりこう組み立てる要素とかもすごい、ゲームに出てて、僕はすごい楽しかったです。詳しい情報はですね、この動画の概要欄にあるウェブページからチェックしてください。ということで、もしこの動画楽しんでくれたらぜひ高評価ボタンを押してね。じゃあポッキーでした。またお会いしましょう。バイバイ。